おはよう、めぐみちゃん。学校行くんでしょ？いいんだよ、気にしなくて。私も朝練あるんだ。それより聞いた？寺の若御院が山入りで3人も死んでるの見つけたって。ひょっとして、めぐみちゃんはもういないのに。もっとみんな死を痛めばいいのに。ひどいよね、めぐみちゃん。めぐみちゃんを吸い込む穴。いつか私も吸い込まれる日が来るんだ。いつか私も。わからないよ。明日かもしれない。明後日かも。だってめぐみちゃんが死んだんだもの。私だって。はい。自分のお墓は掘ってきました。でもお墓には戒名を書かなくちゃいけなくて、自分じゃ戒名の付け方がわからなくて、それでめぐみちゃんが私を殺しに来る。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 めぐみちゃん、めぐみちゃん、私はあなたに復讐する権利がある。手伝って。佐藤さん、とりあえずやってみて。持ち上げすぎ。じゃあお手本を。こうよ。何やってるの。はい、塩川です。仕事が早いね。佐藤さん、実力行使。お客様の安眠とホテルの備品を笑顔で守るフロント係。それが佐藤さゆりなの。スパローズホテルは繁華街にあります。いざこざは日常の一つ。でもうちの前で騒いでないのでスルー。急におかんがくちゃ。キモいけど、我が兄ながらあんなにスマートな。取っちゃったじゃない。スマートなのは支払いだけで十分よ。兄貴と縁が切れますように。ポジティブな変態って手に負えない。じゃあふさわしい格好ってどんな。じゃあ先生、ありのままの姿を見せた方がいいんじゃね。頭まで七光って。相変わらずのウチナータイム。珍しく弱気じゃん。他の塔より目立つからいいじゃん。それがアイドルってもんでしょ。